こんにちは、つちんこです。さあ今日はね、縄塗りバトルの方やっていこうと思います。縄塗りバトルっていうのは縄張りバトルを2回やって、片方ずつのチームでね、陣地をね、一面綺麗に塗っていくと、そういうね、誰も倒さない縄張りバトルの方式です。行かないで行かないで、勝手に行かないで、喋ってるのに行かないで。今回はね、ショッツル鉱山で縄塗りバトルをしてきました。今までやってきたね、縄塗りバトル中一番大きなステージだったので、これもね、前回と同じようにステージ構成をしっかりね、見極めてる人がうまいんだと思います。今までね、ずっとローラーを使ってきましたが、普通のね、スプラローラーを使うのが今回が最後になります。この後にね、カーボンローラーや、ザップや、そしてシャープマーカーあたりなんかをね、使っていこうかななんて思います。もう誰もいなくなっちゃった顔半分だけ出さないで。今回はそこそこね、リスナーさんもネタ多めにしてくれて面白いと思うんで、よかったらね、楽しく見てもらえたらと思います。それじゃあ動画の方ご覧ください。さあ行きましょう。僕らじゃないよ。まずは土パンさん側が塗ってください。僕ら塗らないでね。おい塗ったらダメよビチビチ。あ、結構綺麗に塗れたね今回ね。やっぱスタート地点に近い方を選択すると綺麗に行くのかも、こっち側が。おっ、びっくりした。誰かあそこ行ったのかと思っちゃったちょっと似てるね。ああブチッと行っちゃったまたまたヘッドバンキングって言うんだっけ、があったんだけど。お、ゲッソーがいるんだ。あんまりステージをよく見てない僕。散歩とかするべきだよね本当はね。ちゃんとステージの構造をよく分かってない。さっきみたいに上まで行くのにあんなに手間取ってちゃダメだよね。また怒られちゃうみんなに。うわー、綺麗だなー。なんかここら辺で休みたいね。これ行けないのかないいなー、これいいなーこれ気持ちいいなー、なんかやべえ、やられちゃう、やられたやられたせっかく休んでたのに大丈夫なの、ちゃんと濡れてんの。もうすっげえ綺麗に濡れてた、今下見たらすっげえ綺麗に濡れてる。どうだ、2979、一番でかいんじゃない。やべえ、2900万のここ。おっと、ちょっと待ったちょっと待った、僕らのチーム抜けてない。これ誰か入れないよね、もうこの状態で入れないよね。ダメだよね。あー、じゃあちょっとね、ごめん、マリモナさんとルノさん入るまでちょっともう一回やっていくよ。0000、マリモナさんとルノさんが入ったら続けるけど、それ以外だったらちょっともう一回解散しちゃう。頼む、入ってきてくれマリモナさん、ルノさん、ま、あ、オッケーオッケー、ルノさん来てくれた、マリモナさん来てくれ、頼む、マリモナさんマリモナさんマリモナさんとルノさんお願い、入ってきてくれ。マリモナさんと、あー、今度ルナさんが入ってないもうマリモナさんとルノさんお願いあー、今度マリモナさんが入ってないもうルノさんが入ってくれるときはマリモナさんが入ってくれなくて、マリモナさんが入ってきてきたら、あ、頼む、マリモナさん入ってきてくれワンパクさんもずっとやりたがってたけどねマリモナさん頼むぜ。あー、よかったでも入れてよかった、ほんと。さあ行きましょう、僕たちが塗る番です。土パンさん側の方は塗らないでね。行きましょう、イエイイエイ、こっちか、なるべく端っこをちょっと戻るか。よし、ここも入るの。あー、入ってる、ここ入ってるね。ここもグリグリ塗って綺麗に塗っていくの大事ここ。あー、綺麗に塗れないかもなんか新しいミニゲームみたいじゃないこれ塗っていくみたいな。よし、行くぜ。
端っこをとにかく塗っていく。後に戻ってくる人がちゃんと塗れるように、ここも入るっていうのがちょっとポイントかも。みんな入れたのかな、さっきのチームの人たち。あーなるほど、ベルトコンベアスプリンクラーか。そういう技術も確かにあるね。時間取っちゃうもんねあれね。今僕がやってたの、僕がやってるビーコンがちょっとあんま意味ないね。サブがすげえ、すげえとこ立ってるぜ。空中に浮いてやがる。面白い、面白いことやってくれるじゃない。引けそうでしかない。あー引いちゃった。パプリカさんだったんだ、 S プラスのパプリカさん。さあちょっとやべえぞ、なんかあんまり綺麗に塗られてない。あーなるほど、シールドとかもあるんだ。やばい、こっち全然塗られてない。頑張れ、よし任せるぜ。やばい、はっはっは、上は、あ上も濡れてる。やべやべやべ、大丈夫、敵陣とか大丈夫。あここ濡れてない、やばい。大丈夫かな、あ間に合ってない。どうだ、2000、あー負けた。2818ポイント、僕たちのね負けでした。100ポイント以上差がついてる。やっちった、ちょっとやっぱ食い棒あるようなものがいいかな。食い棒が綺麗に塗れるよね。はい、ということでね、結果は、2979ポイント対2818ポイントで、僕らのチームの方がまたまた160ポイントぐらい負けてしまいました。それじゃあ恒例のマップの方を見ていきましょう。まずは先行チームのマップがこちら。はい、こんな感じ、すごい美しく塗られてますよね。ベルトコンベアの塗り残しもほとんどないですし、四隅の方もねきっちり塗れてます。たまにちょっと濡れてない場所がね何点かあるんですけど、全然気にならないレベルかな。さすがね 95% 以上取ってるだけありますね。そして僕たちのチームがこちらです。まず目につくのが、自陣から左上に行ったところがまず塗り漏れ、さらに左上に行くとこれまたベルトコンベアが塗られてないと。そして最後僕が動画で気づいた敵陣の方側の坂道も塗られてないし、その上側も塗られてないと。ということでかなりのね塗り漏れがあって160ポイントも差がついてしまいました。ということで勝負的にはちょっと圧倒されてグダグダ気味でしたが、結構ネタはね豊富だったんで、僕的には面白い回だったんじゃないかななんて思います。それじゃあよかったね、次の縄塗りバトルも見てください。土の子でした。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。僕はですね、他にもみんなでやるかくれんぼなんかも動画出してるんで、よかったらねそっちのかくれんぼの方も見てください。これからね、定期的にかくれんぼのね、募集動画を出していこうかなと思うので、その動画のコメント欄に自信のあるステージ2つと、大体のできる時間帯をね、教えてもらえたらと思います。それじゃあね、その募集動画を見逃さないようにチャンネル登録してね、参加したい方はお待ちください。それじゃあ土の子でした。